会は何で見たの？あ、国会のリンクがあるんですよ。ありがとうございます。それで今日は特にあの道路の問題というのは今もう差し迫った問題になっていると思うんですが、あの道路特設財源の問題についての論点を少し整理してもらいたいと思ってたんですが、私はずっと公共事業というものをやってきましてですね、50年代ずっと公共事業の問題をやってるんですけど、その中で道路っていうのはとにかく、金額一つ見てもね、あの公共事業中の公共事業で、いわば公共事業に今まで言われてきたいろんな論点が全てここに含まれているということなんです。で、単に今回の件だけ申し上げますとね、10年間で58兆円、58兆円というのは1年間の全部の予算に匹敵するような大きな額です。これ道路だけに使うということがいいかどうかということが問題になっていて、で私自身は道路だけに使わないで、そのお金を福祉とか教育とかに使えるように一般財源化しろというのが私の主張なんです。でそれをめぐりまして、まず政党で言えば民主党と自民党が分かれていると、それから官僚で言えば、国土交通省一体となって自治体を全部支配下に置いていると。で国民の方はね、比較的一般財源化賛成という声が強いということで、非常に複雑な構造で、普通でいうと、例えば小泉さんの民営化と優先民営化なんかいうと国民もこれを支持するということですけど、今回の場合には国民はむしろその自民党や、国土交通省やあるいは自治体の首長に反対という形になっていて、非常に新しい政治状況が生まれているとたってきてそういうことだと。この前テレビで片山鳥取県前知事ですね、地方の疲弊ということと加味して知事と県民の思惑のズレが出てるんじゃないかということなんですが、先生このあたりどうなんですか？今の知事でいうとね、東国原さんという方がやっぱ道路特定財源で一番こう協力に主張してるんですけど、最近の報道を見ると地元でもその小原さんのところの道路で使うか、福祉や医療や教育に使うかについては、だいぶ小原さんと住民の宮崎県民の意見が分かれているということがありまして、多分ですね、全国どこでもそういう現象が起きてるんだろうというふうに思いますね。特に私なんかから不思議なのは、今までほとんどの自治体の首長は地方分権ということをずっと言ってきたんですけど、そのいつの間にやら一転して、この道路と国土交通省、道路国機関に握る道路特定財源にみんな依存しちゃって、まあ、中央集権構造そのままに転化してしまったということについても県民というか国民というか大分怒ってるんだと思いますけど、全国知事会の方はなんかこぞってですね、自民党案の方に乗っかってるんですけども、この情勢についてどうですか？1800ある自治体のうち6つを除いてね、だから、1794ですか、1800をすればですね、みんな道路特定財源賛成ということなんです。その筆頭がね、麻生さんで福岡県知事が、地方六団体の会長をしていて、その人が先頭になって、今の道路特定財源賛成だったこう言ってるんです。 でちょっと福岡県で実は調べてみたらですね、非常に面白いことが分かったんです。これ福岡県の西日本新聞というものが報道してくれたんですけれども、福岡県の道路予算を見るとですね、2008年度の予算案ペースですけれども、だいたい587億円くらい福岡県で道路予算となるということです。ただしですね、そのうち509億円というのは借金返済ですから、587億円のうち509億円返済ですから、ほとんどが借金に返済して、じゃあ道路作れないという構造になっている。つまりよく道路特定財が必要だという自治体の財政を見ると、いわば麻薬といいますかね、借金返済のために道路特定が必要だということであって、道路作るために道路必要だ、道路特定財が必要だというのははるかに超えてるんですよ。でもなんでこういうことが起きたかというと、やっぱり限りなく道路を作っていく構造で、身の丈を超えて道路を作ってきたんだと思うんですね。だから今回道路と特定財がいくらやったらまた身の丈を超えてまた道路を作っていく、このいわば地獄みたいな、あり地獄みたいになってるのを一般財源化しないと絶対抜け出れないと、アルコール漬けって言いますか、麻薬漬けって言います、そうなってるんだと思います。これみんなどの自治体も同じなんですけれども、ここはうまく報道されてなくて、なんとなく道路特定財源、道路を作るというイメージでは実は借金返しだと
いいことが分かってないんじゃないかなと。構造的な問題ってことですね。そうそう、しかも構造でね、あのこれ全部国土交通省道路局が属銀と一緒になって配分するという形になっていて、これが全然変えられない。これが一番公共事業の性関税移着とか、道路属だとかということの大元がこれで、これをまた10年間も維持していくという発想になぜ立つのかということでよく分からないですね。小泉さんがね、政権取ってた時には逆のことをやってましたですね。これもまた不思議の一つでね、小泉さんはこれダメだとまさに言っておりまして、大丈夫です。で、郵政民営化あるいはそれを超える、まあ、構造中の構造だということ、道路特定財源に関しては一般財源化するということを閣議決定まで決めてるんです。でその件を安倍さんまで引き継いでたんですよ。いつの間にかね、ひょっと福田さんになったら一切一般財源化しないと、道路特定財源に集中するという方針がからっと変わって、そのなんでそうなったかも説明もしないし、自民党もいろいろ問題点もあるし、いいところもあるんでしょうけども、少なくともこういうことについて国民に説明しなきゃね、閣議決定までして、いわば公約に近いものでしょ、閣議決定というのは。それをひっくり返しちゃった、そうも矛盾だと思うんです。特に当時、塩川さんとかですね、ご存知だと西原信輝さんとかが、この一般財源化みんな賛成と言ってたのに、一切発言しないというのもおかしいんだと。だから最近は小泉さんも一般財源化だから、やや民主党と似たような主張になってきていて、ある種の自民党の波乱要因にもなっているということだと思うんですね。ということはこれ、道路族や、やっぱり官僚のいわゆる国土交通省のラインが復活したと見ていいんですかね。復活中か再構築というか、実は全然消えてなかったのというか分かりませんけど、とにかく強固ななんかね、ものすごいこう鉄の団結があると。その58兆自分たちだけで全部作れるんだから、これはもう官僚さんから見れば天下り先を含めてですよ、膨大な権限をいわば小泉さんに剥ぎ取られるよって言ったのがまた戻ってきたというか、死守してるというか、そういう感じでしょう。ちょっと思ったんですけどね、菅さんがいわゆるその道路族自民党の方々がいらっしゃるところに東国原さんと対論したのがありましたね。その時にテレビで映った中に後ろの方になんか愛国婦人会みたいな人たち、女性たちがわーっといて、その中でこうやじやどこの中で菅さんがこう話してたのを見たんですけど、一種のこれ全体主義みたいな感じしたんですけどね。もう自体がもう少し不思議なことがあるんですよ。私はね、一つは1800団体のほとんどがもう賛成っていうのが奇妙だし、東国原さんたちが言ってるのはですね、2つ奇妙な点があると思うんですけど、宮崎県は他の県から比べて道路の整備率が悪いと、だから何とかしてくれと言うわけですよ。ってことはその上もたくさんいるんだけど、上がね自分たちもいらないと決して言わないということが一つです。つまりこれは何でかというと、無限大にこうなんか欲しいという構造かなと思うんです。で確かに宮崎県の方は道路整備率が悪いということは事実なんですけれども、そこが言うんじゃなくて全体が欲しいと言ってるのがわからないですね。2番目はなぜじゃあ宮崎は整備率が悪いかというと、まさに強力な政治家がいなかったからだというのは切なんですよ。だから道路っていうのは政治によって決まるんですよ。でその構造を、そのまま維持するということがどうしてかわからないんです。みんな何々と古賀道路とか何々安倍道路とか言われてるのは、みんな政治家が道路作ってるんですよ。だから名前がつくわけで、今の道路特定財源のシステムを残したら、まさに政治の力によって決まるわけです。で、たまたま宮崎県は東国原中ある種のスターが出てきたもんだから、フットライト言ってるんですけど、その構造でこのビリケツなんです。だから遅れてるわけです、整備率。そこを自分たちで決めると。だから道路を作りたいとか道路作る、道路作りたくないとか作らないということを、なぜ反対するかわからない。古い体質にまた戻る、古い体質にまた構築するっていうか、そういうことを彼らが主張しているのは私には理解できない。先生、2つそこでちょっと先生に質問したいんですけど、例えば党としてそのいわゆる道路特性財源に反対していると、廃止しろという言っているその民主党の県議のレベルとか、まあ、その下のレベルの人たちもどうもその道路を作るという方向にこうなびいていると。だから民主党もね、まず国会議員レベルでも公然と自民党のところに行っていて、で道路は必要だと、道路はその生活だとか、道路は魂だとか、道路は命そのものだと言ってる人もいるわけ。だから国会議員の中に